ピース又吉は小学生の頃からサッカーを始め、インターハイ大阪府代表にもなった。比較的貧しい家庭で育ち、家族で焼肉店に食事に行っても焼肉2枚でお腹いっぱいだからと母や祖父が無理をして子供たちに食事を譲り、子供たちもそれを分かっていて親にお茶漬けでお腹いっぱいと食事を譲っていた。もともとは中学校からの友人と線香花火というコンビで活動していたが、その後ピースを結成。世間一般的には物静かで温厚というイメージが強いが、相方の綾部や親交の深い大吾によれば、とても頑固で筋の通らないことにはすぐ怒る性格である。大吾によれば、飲み屋で喧嘩になりそうになるのいつも又吉、マジでわしが止めてるだけと又吉の喧嘩っ早さを暴露。 EXIT の兼近大樹は又吉の本を読んだことがきっかけでお笑い芸人を目指した。趣味は散歩と読書と音楽鑑賞。通算3000冊以上の本と2800枚以上の CD を持っている。活字が踊り出す夢を見るほどの読書家。彼女は20代後半からいない。売れてない時代はバイトをしようにも社会的適応力がなく、住んでいた三鷹から NSC のある赤坂まで道に小銭が落ちていないか探しながら歩いて通っていた。